いい動画撮って。ミスは何から始まりましたか？それいい動画。いい動画です。いい動画。右から始まりましたか？左から始まりましたか？あ、そういうこと？欲から始まりましたか？一番最初にミスをし始めた理由って必ずあるんですよ。平井弘明のワンナップゴルフ。チーピンで悩んでる人って、うん、もちろんチーピンからの人も、もちろんそのままチーピンの人もいるんだけど、うん、スライスから始まった人もいるのね。そう。逆もそうよ。スライスに悩んでる人って、うん、チーピンから始まって、スライスに悩んじゃった人、うん、そもそもスライスしか出なくてスライスに悩んでる人、うん、いろいろいんのよ。あ、そうなの？最初調子良くて、最初はね、初心者の頃はちゃんとやってて、うん、で、当たるようになってきて、うん、欲が出て、欲に負けて、で、欲からミスが出始めた、いろいろ出た、うんうん、っていう人もいるし、いろいろミスの、その何から始まったかっていう原因があるわけ。うん、で、今現在何に悩んでるかっていうのが明確になってくると、うん、必ず今やらなきゃいけないことっていうのが見えてくるんです。うん、それがわからないと直せないんです。はあ、うん。だからレッスンっていうのはそれをもちろん見抜くんだけど、うんうんうん、だからその方が、だから俺はいつもね、ボール打ってると、うん、ああ、誰々さん、ドローヒッター、ドロー感じでいつも打ちますよねとか、うん、そういうのは必ず言うんだけど、うん、ああ、ドローに入れてんなーとか、うん、で、ドローに入れてるのに、ドロー出ると首かしげてる方もいるのね。うん、そういう方は、結局、引っ掛けが嫌だとか、左に巻くのが嫌なんだけど、でも本当は捕まえたいのよ。ドロー打ってんだから、軌道はドローなんだから。だから、そういう人って、最初、スライスに悩んで、スライスが嫌で左行って、その今度左が嫌で、逃がそうとしてる段階なんだよね。そういう人が多いわけ。だから、頭の中とスイングと、本能というか何、自分の球をキャッチしたいとか、そういうのと、全部バラバラなの。だから調子が悪い。なんとなく調子が悪いの。そういうのって全部一致させなきゃいけないの。左行ってるから、逃がそうと、反応で逃がそうとするのはダメなの。あ、頭と一致してないからダメなんだ。やろうとしてんだったらいいんだ。そう。で、なんで一致してないとダメかっていうと、うん、反応で、一致してない反応で逃がしたら飛ばないのね。あ、そうなの？叩けないから。へぇー。ああ。それだったら、捕まえ切って逃がした方がいい。うん。こうやって。はい、はい、はい。そう。こうやってやるからね。あ、お金で引っ掛けちゃうんだ。反応で逃がすと。そう、だから飛ばないんだけど、吹けちゃったり。だちゃんとした動きとして、うん、逃がしてあげられればいいよね。でも、プロはほら反応でやるけど、プロだからできんだ。やりたい方と逆だからね、それは。要は、インパクトまではドロー打ちたかったけど、これだとチーピン来るって言って、パンって逃がすっていう。それは飛ばなくていい。あ、ただ回避してるだけだから。OB 回避、やばいところを回避してるだけ。だから、ヘアウェイの逆サイド、ラフは全然 OK だから、マイナス15ヤード、20ヤードしても全然いい。うん、うん、うん、うん。それで回避してる。あ、やばいって、本当にやばいのをなくしてるからね。それは大丈夫なんだけど。あれか、言ってたやつか。左が OK だったら、一生 OB 打たないんでしょ。そう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 。プロって、うん、で100球左曲げてたら100球左曲げられるからそうだから右が一生 OB で左が一生セーフっつったら一生 OB 打たないでしょ。打たないと思う。多分打たないと思う。 100m の風左から吹いてなかったら打たないと思う。多分立ってらんないけど立ってらんないそんぐらいそのどっちかセーフっつったら本当に木とかじゃなくてもうグランドとかだったら全然打たないから、うん。そうなんだよね。プロってすごいよね。右じゃないんだもんね。左のが怖いんだもんね。左のが怖い。捕まえすぎちゃうんだ。捕まえることはできるから。そうなんだ。そうそうそう。そうなんだよね。そうそうそう。だから、その、逃がせんだ、瞬間的に。そう。飛ばなくていいから。こうやってね。うん。じゃあ、それとはまた別の話ね。別の話。してる話は。そう、別の話。ね、だから左しか行かなくて、逃がすのとは違う。
うんうん。あ、そっかそっかそっか。そうそうそう。そうだね、そうだね。左しか言ってないんだもんね。そう。悩みはね。そう。そうだね。だから、そういうミスは何から始まってるかによって考え方が絶対変わるのよ。左からスタートする人いんの？ほら、いつもさ、うん、ただの右の方が左行ってる人よりいいって言ったりするじゃん。うん。もう右があるから左に行ってんじゃないんだ。左からスタートする人もいなくはないんだ。いる、全然いる、全然いる。左スタートいるんだ、すげえな。テニス上がりとか。あ、逆に。ああ、とか。あ、そっかそっかそっか。結構いたよ、他のスポーツやられた方、やられてた方。はいはいはい。でも振り遅れだけどね。あ、それでも。振り遅れダフチーだから。クルンチーだからね、こう。ダフって。ああ、そっかそっかそっか。こうやって打つじゃん、テニス。打つ。ああ。打つ。あ、それをやっちゃうわけだ。そう。で、バックハンド両手でやる方いるでしょ。うん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 。まあ、フォアも両手でやる方もいるじゃん。うんうん、フォア両手でやって ドライブみたいにこうやってやったらもう、あ、激チー来るからね。そうだね。うん、マイナスに飛んでくね。間違いない。マイナスっていうかもう戻ってくるんじゃないかみたいな。富士山ですから。それが、そういう動きをこうやっちゃったらもちろん出ちゃうから、うん、最初から左で悩んでる方もいる。本当に出る悩みによって、うん、次に、やることも変わってくるのね。うんうんうん、2段階目、3段階目、うん。だから、それだけでも基本って違うじゃない？そうだね。ああ。同じ基本は当てはまらないから。そうか。ああ。だから、癖によっても違う。でも自分じゃ分かんないね、原因ね。分かんない。専門家がいるから。ああ、だからいるのか。そう。必ず専門医っているから、専門医に見てもらった方がいい。そっか。やぶはダメよ。いっぱいいる。多分声かけてくる人いっぱいあるでしょ。特に女性の方なんていっぱいいるんだから。名医が、そう、間違いない。名医がたくさんいる。どんどん声かけてくるから間違いない、うん、本当よね。いや本当よ。そうでしょ。そう、その通り。そうですよ、うん、よく聞く。なんか知らない人に話しかけられたっつって。あ、ね、男性の方でもね、ラウンド行ったりするとね、あ、お知り合いの方が、いろいろ言うから、なっちゃうもんね。そう。俺前サウナでレッスン受けたことある。サウナで、うん、どういうこと？あんちゃん、お前なんか焼けてっけど何やってるかって言われて、ジョイフルのサウナ。ゴルフやってます。うん、ゴルフのかって言われて。どんぐらいでもあるんだ、どんぐらいでって言って、うん、まあ、どんぐらいで、80は出ないっすねって言ったら、うんうん、じゃあ100か90ぐらいかって言ったら、逆、逆。そうですよ。違う、なんで嘘ついたの、なんで嘘ついたの、それ。でも今が一番楽しいんだろって言われて。な、100とか90が一番楽しいんだなって言われて。いやいやいや、で、そう。楽しいっすね、って言ったら、飛ぶかって言われて、うん、いや、僕はあんま飛ばない方なんですよね。まあ200ぐらい行ったらでも楽しいんだよなって言うから、うん、200、まあ265ぐらいは行きますよって言ったら、うんりゃって言われて。全然260ぐらいっつったら、右に曲がった右にスライスっぽいなって言われて、うん、いや、スライス、うん、で僕はスライス自分から打ちますよって言ったら、うんでどうもって。それからもう、うん、その人とはずっとサウナでゴルフの話してた。うん、毎週。すごいね。サウナでいるんだ、うん。サウナの説明してくれたんじゃなくて、ゴルフの。ゴルフ。そう、ゴルフ。びっくりした、今。サウナだから、サウナの、整え方とか教えてくれるのかと思ったら違うんだ。違う違う違う。ゴルフなの。ゴルフ。すごいね。どこでもいいんだね。いるよ。おちおち風呂入ってらんないね。入ってらんないよ。警戒してないと。そうか。そう。だからちょっと焼けてたりするとさ、ああ、そう。ね、やっぱ言われたりするから。じゃあ俺も日焼けして、わざと日焼けして、サウナ行くわ。言われるよ。YouTube やってんです、つって。だからチャンネル登録してくれ、つって。いいな、いい。いや、なくていいな。いい。あんまり広めない方がいい。広めない方がいい。あ、これサロンの人だけ、しかもミーティング来た人だけが知ってる秘密知ってる？何？俺チャンネル登録してない。
絶対に言っちゃダメだから。そうでしょ。言わない方がいい。そう、俺ワンナップゴルフチャンネルとかもしてないから。やばい。やばいでしょ。1万人だから俺いないからね。やっぱなんかことわざあったよね。なんかまずは身内から見る。まずの？まずは疑うのは身内から疑うみたいなあったよね。本当だよ。あぶね。危ないっしょ。やっぱりそうだ。危なかったでしょ。よかった。今回も無料級取れて。そうだね。今日も無料級。そう。俺って本当に2024は全部無料級です、うん。そうだね。うん、本当に。本当、ためになる動画を一個も出さないっていうのがね、目標だからね、うん。で、そう、来年の目標は、本気で一球も打たない。一球も打たないし、ためになることも言わない。言わない。まあ、いいじゃん。そう。打席で払ってんのに、今度からキャディバッグ持ってこないから。そうだね、そうじゃん。なのに、登録者は伸ばすっていうのを目標しよう。そう、目標。絶対伸びない。絶対増えない。だって、何にもしてないのと一緒だもん。そう。関連動画に出さない。出さないようなタイトルを登録にお願いするから。そうだね。一緒に考えてね。そう。全然これ無料級。また脱線しすぎて。そうだ。戻して。ミスは何から始まってるんですか？そう。ミスは、うん、そう。右か、うん、左か、うん、欲。大体この3つが占めてます。ので、まずは、例えば、右から始まった方で、うん、今右にそのまま悩んでんのか、うん、左にスイッチして悩んでんのか、うん、うまくいった後、うん、欲に悩まされてんのか、うん、いろいろあります本当に。なんで、うん、今自分がどこにいるかをまず明確にすること、うんうん、どこで立ち止まってんのか、どこに進んでんのか、うん、っていうのが分からないと、うん、次やることが 120% 分かんないはずなのね、うんうんうん、そうだけど取り入れることは必ずしちゃうから、うん、だから怖いの。そうだから自分がどこにいるかで取り入れるものが変わってくるはずだから、うん、まずそこの確認を必ずしてください、うん、でもう自分の苦手なもの悩んでるものを 100% 認めること、うん、そこが大事。したら必ず楽になるから。スライスに悩んでる振り遅れちゃう、うん、そんな朝一いいことないからね。あ、そう、うん、朝一なんてそんなビシッと捕まえられないし、そんな触れないし、うん、そういう状況だったら、例えばマット通りヘアウェイまっすぐだとしたら、うん、ちょっと左向くじゃない、うん、ちょっと左向いて、うん、楽に振り遅れたフィニッシュ取るのよ、うん、こうやって、うん、そう、そしたら全然ヘアウェイ行くから。そう、あれをだからうまく使うのよ。あれをだから振り遅れてるだの、うん、そのフェースが間に合ってないだのってやると難しくなるから、難しくしないのゴルフを、うんうんうん、だーんって打ってあげんの、間に合うタイミングが合うまで、うんうん、そう、そういうことをやるのが大事。うまくミスを利用してあげんの。だから本当にそういうのをちゃんと自分が分かっていればできるようになりますので、うん、ぜひ練習場でですね、ミスをまず認めて、そのミスをわざと打ってみて、それをどう使えるかという素材のチェックですよね、押してみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。